とうございました。2日間サンタさんでした。ヤシさん花束ありがとう。コウヘイヘイさんお疲れありがとう。コウさんバラありがとう。カメさんお疲れ。ニコありがとう。クワドリさんハートありがとう。ありがとうございました。コメントもたくさんありがとう。サワッチュさんお疲れありがとう。リンタロウさんハートありがとう。なんかさっきまでさ、この今ショールームでこの今あのアバターで来てる方の顔を見て話してたからさ、なんか不思議な感じですね。そう、あれは衣装なので着て帰ってくるわけではないですね。あのちゃんと私服で行って、あのお仕事中はサンタでしたけど、今はもう帰ってきた尾崎せりかさんなので、もう今ちょっとサンタはもう退勤しました。サンタ業はちょっと来週までお休みです。サンタ屋さんはお休み。今日髪型ね、3回変えました。3個違う髪型してました。最初は巻き髪おろしで、で2時間目がサイドポニーの巻き髪で、3時間目の写真撮影のツーショットからお団子してました。あの顔がなんかモワモワしてあんまりなんかすっきり見えなかったので変えました。いやちょっとね、スマホスタンドの高さを変えたらもう画角が分かんなくなっちゃった。ちょっと電気の加減が難しい。ちょっと暗くした方が漏れるかな、分かんないんだよね。明るさ 50% にしとこう。タキシードカメさんバラありがとう。オミカンさんかわいいありがとう。ペレッタさんバラありがとう。いっちゃん雪の結晶。ゆうたくんお断りかける10です。ありがとうございます。ちょっとお団子じゃなく普通におろそうかな。なんか変なくなってる。お団子の肩がついとんよ。超ダサいじゃんこれ。ちょっと待ってください。ちょっとお団子にします。お団子にし直します。ちょっと待ってね。20時13、遅くなっちゃってごめんね。帰ってくるの、あのサイン会のサインを書いておりました。お話し会の後まだ終わってないよ。ちょっとこの後また書きます。昨日今日はずっとね楽屋で書いてた。この後21時ぐらいになったらツイートする。一旦配信止めて一旦ツイートします。でも配信は10時半ぐらいまで配信しようと思ってます。今日はよろしくよろしく。ケースティーの日だからね、長めにしようかなと思って、10時半ぐらいまでしようかなと思っておりますので、2時間ちょっとかな、2時間半ぐらいかな、しようかなと思ってます。よろしくお願いいたします。なんかシュシュとかつけた方がいいかな、持ってないかな、なかったですね。あそこにあの今あっちにあれがあるんよ、髪飾り。私シュシュね、多分ね夏服と一緒にしまってしまいましたね。クローゼットにある、多分あのあれに入ってる、あの何ですっけ、そうヒートデックが見えてました。今日さサンタの服からヒートデックがずっと出てて、写真撮ったやつもほとんど出てた。恥ずかしい。あポチャン見てください、ポジャッコ。ポジャッコがちょっとやっぱ首元出した方が私すっきりしますね。今日は皆さんあのなんかちょっと間違い探し、パセリちゃんちょっとなんかいつもと違うなっていうとこありますかね。リミタールさん雪だるまありがとう。ゆうたくん S10 ありがとう。としやさんバラありがとう。しんちゃんさんペンライトありがとう。大吉さんかわいいありがとう。いっちゃんクリスマスクマありがとう。なんか違うなっていうの気づきませんか。そうなんですよ、ネックレスをつけているんですね。今日はあの昨日言った通りあのですね、こちら沖さんにもらいました。いやー沖さんがあのお誕生日プレゼント交換したんですけど、
わきさんがくれたの。可愛くないですか？嬉しい。わきさんがくださったネックレスをもう今日は4時間目が今日休憩だったんですよ。だからその時にもらって5時間目からつけてました。だからなんか本のこともなんか今日つけてるねみたいななんか言われたんだけど、オキさんです。皆さん安心してください、オキさんです。エドモンドさん可愛い、ありがとう。マスミヤさんハートありがとう。トットさんお断りです。オイカーさんめっちゃ可愛い、ありがとう。安心してねみんな、オキさんからもらった嬉しい。じゃーん、あとね鏡ももらったんです。めっちゃ可愛い、使う。アンピーからの鏡も使うし、オキさんの鏡も使うし、いっぱい鏡、今お家に鏡いっぱいあるからもう太ってもいっぱい見れる自分の顔。トモッチさんレインボースターありがとう。しんいちさんダイブもありがとう。スプマンテさん可愛い8個ありがとう。オキさんにはあるものをあげました。まあまた何かで聞いてください。見て鏡可愛くないですか？鏡をいただきました。これ指紋ついちゃうね。可愛い、大事にします、使います。やったー、嬉しすぎる。こんないただいてしまって申し訳ないわ。ありがたい、大事に大事に、ちょっとしばらく大事に直して来年から使おう。もうネックレスは今日から使っちゃったけど、昨日ね配信終わってからさ、私もう玄関に準備してるので沖さんも忘れないでくださいねって言って玄関のさ鍵をガチャって閉めた後にさ、もう一個さこう分かりますか、棒みたいなやつでさこうロックするやつあるじゃないですか、あそこのとこに私こういう紙袋をこうかけてもう忘れんように、絶対忘れんようにしようと思って準備してたんです。それの写真を送って忘れないでくださいねってめっちゃ圧かけてさそう、昨日本当は昨日ね持って行きましたけど、したら沖さんが明日にしようって言ったので、明日絶対忘れないでくださいねって言って持ってきてもらいました。イエーイ。カードリさん雪の結晶ありがとう。ウアンさんいいなありがとう。いっちゃんクロさんかわいいありがとう。チョコラブさん似合うありがとう。しんちさんダルマありがとう。ルッピーさん雪の結晶ありがとう。もらった、これ飾ろうちょっとこのさ今飾ってるこのお花スペースにさ飾る、ここに飾ります。イエーイ。重いですかね、重くないよ私、重くないですよ。だいぶ愛は重くなくなったぐらいだよ。去年とかめっちゃもう顔見るだけでもう沸騰って感じだったけども、今はもうだいぶ落ち着いたよ。重さは肝がられたくないからクロさんタコありがとう。イエーイ。もうヒートテックが出てきちゃう。でもおしゃれより寒さです。私はつけました。わーい、ホームルームも楽しみですね。ポチャコがすっごい見てるみんなのこと。なんかさっきまでさ1対1で話しとったけんさ、お話し会でなんかみんな対私っていうのがなんかちょっと緊張する。みんなが見てるんやと思って、さっきまでは1対1だったからさ、なんかいろんな話をしてたんだけど、また来年ねとか言ったのに、みんなからしたらささっき会ったのにまたパセリと会ってる感覚なわけでしょ。私は自分の顔しか見えてないけどさ、自分とポチャコの顔見て話してますけどまた来年とか言って、
いよいよ年をって言ったのに、まだあとまだ今日19だからあと10何日かは今年あるしね。矢島さんハートありがとう。クロさん花束じゃないラブレターありがとう。シェーンさん手袋ありがとう。楽しかったお話し会2日間ありがとうございました。なんか首なんか言うかな、今日なんかね聞いてよ、なんかまぶた重たいなと思ったらここなんか虫に刺されてて、ここ眉毛のちょうど眉毛の境目ぐらいを虫に刺されてて、ちょっとなんかまたブヨっぽいの虫刺されの跡があるんです。だから書かんようにちょっと今気をつけてる。書いたらまた腫れるからさ気をつけてますね。明日もお仕事あるからさ、腫れたらまた中国新聞さんの時みたいに目がパンパンな状態で映ることになるから書かないように我慢してました。なんでなんでなんで。しゅんさんお疲れありがとうね、いつもこっち刺してくるんです。前髪ないから刺しやすいのかもしれない。あと眉毛があるからなんかちょっとさちょっとしなんかなんていうの侵入しやすいというか、虫とかって結構なんか草むらとかにいるじゃないですか。だから私の眉毛草むらと勘違いしてるのかもしれません。わかんない。田辺さんありがとう。スタンプありがとう。しんちゃんさんバラ10個ありがとう。ありがとうございます。あれかな、あ、待って違う、私そうだよ、今日ねお話し会の楽屋の時にね顔面に向かって虫飛んできたんよ。絶対それじゃん、絶対その虫でしょあの時の虫か。工藤理子さんからパシェって来た。パシェです、おめでとう待って絶対パシェおめでとうって絶対これなんか今日ねこれ沖さんにもらう時になんかリコちゃんがいたからリコちゃんなんか写真撮ってみたいな動画撮ってって言って呼んだんですよ。したら私以上になんかよかったねって言ってよかったね、おきさんからもらえたのみたいな、よかったみたいな、もうなんかおばあちゃんが孫が結婚する時みたいな感じですっごい祝福されて、そうよかったねって宝物だねみたいな、すごいね、もう私以上に喜んでたんです。で今もなんかパシおめでとうって通知来たもんいや別に結婚しないんです、ただタンプレ交換しただけなんだよねタンプレ交換しただけなんよ本当にただただそんな祝福されることではないよね。ガッキーさん花束ありがとう。なんかリコちゃんは私のこと応援してるふりして自分は奥さんの家に行ったりするからちょっと要注意人物ですね、超要注意人物。ともっちさんレインボースターありがとう。今日ここまいたらさずっとなんかピョロンってしてました要注意人物工藤理子。もうメイクポーチね、あのお話し会だからさ大きいリュックで行けないから、もうみんななんかちっちゃい先輩とかおしゃれななんか服着ておしゃれなバッグとかでちっちゃいバッグとかで来るんですよ。だから私もちょっと今日荷物減らそうと思ってメイクポーチをさあのコンパクトなやつで今日行ったらさもうパンパンなんですいつもメイクさんが使ってるみたいなメイクポーチだったからそれを全部入れたらパンパンになっちゃって、見てコンシーラー新しい袋に入れました、イエイ。めっちゃお腹グーグー鳴ってる。グー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 、今日アイスいっぱい買ってきちゃったアイスリュ
ック持った方がいい。いやそれリュックね、いつもは使ってるんですよ。今日お話し会だから、レッスンの時はリュックですよ。あの TPO に合わせております、使っております。新一さん、雪の結晶ありがとう。昼休みさん、バラ10個ありがとう。どの割合使うの？全部使うやつですよ。全部使うものが違うの。じゃあ今日は10時半、あと2時間ぐらい配信するからね。メイクを、私のメイクの手順を紹介しよう。まあ皆さん男性が多いと思うので、見てる方メイクしないよって方とかも多いと思うので、まあ男性も全然メイクする世の中なんですけども、メイクあんまりそんな詳しくないよって方がね、見てる方の大半だと思いますので、そんな詳しくじゃなくざっくりこれを塗ってとかやって塗っていこう。マスミヤさん、誰でもありがとう。そうだよ、みんなもメイクしていいんだよ。メイクになんかそんな性別関係ないから、ね、誰がしてもいいですよ。では行きます。まずね、乳液を塗ります。保湿です。私はとても乾燥肌なので、ほっぺたにたくさん乳液を塗って乾燥を防ぎます。そしてこのラロシポゼの UV カットのついてる SPF50+PA4+ の下地、化粧下地ですね。ファンデーションを塗る前に塗るやつ。下地っていうのは肌を傷めないためにその下準備みたいな感じで塗るやつです。チョコラブさん、似合う20個ありがとう。ゴンケさん、花束10個ありがとう。クロスアイスありがとう。これをまず塗ります。じゃあ紹介したら直していく。手鏡はこちら使っております。そしたら次はファンデーション。ファンデーションは顔のここの部分だけに塗ります。なぜ塗るかというと、顔を明るく見せるためです。あとは何だろうな、統一にするため、均等に肌をこう綺麗に、ここだけ塗ります。全部に塗るとこう膨張しちゃうから、ここだけ塗ります。そしてこちら、私の配信でおなじみ、液漏れするでおなじみのこちらの韓国のザセムのコンシーラー、まずこっちのオレンジの色をクマに塗ります。そしてそれが乾いて、それを伸ばして乾いたら、こっちの01番明るい色、このオレンジと明るいやつを使ってクマを消していきます。でもそれじゃ消えないので、最後の最後に何回も何回も一番最後にまた塗るので、これはまた最後にも出てきます。これを塗りましたら、まつげを上げます。これかさぶるんよ、メイクポーチで。こうやってまつげをね、女の子たちはこうやってキュ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 って上げております。アイドルたちはみんなまつげを必死に上げて、汗がかいても落ちないように必死に必死に上げています。そんな時、上がらない時もあるんですね、湿気とかで。そういう時はこのホットビューラーって言って、熱で上げる、無理やりこうやって、ここがあったかくなって、こうやってまつげにつけて上げますね。ビューラーはこういう挟むやつ、これにまつげを挟んでこうやってやって上げるの、グイッ。はい、まつげを上げましたらマスカラです。これはなんかロングタイプとボリュームタイプとかがあるんですけど、私はまつげを長く見せたいのでロングタイプを使ってて、カールキープが強いやつじゃないといけないので、これをずっと使ってます。これでまつげを落ちてこないようにするの、汗をかいても落ちてこない。これめちゃ良かった。マツパはまつげパーマです。でも私はしてない。私は毎日必死に朝起きたらまずまつげを上げています。でもメンバーにマツパしてるって言われるくらい結構綺麗に上がっているじゃないかなと思います。この間聞かれた、お世辞かもしれんけど。すき焼きさん、かわいい、ありがとう。ゆうたくん、レインボースター5個ありがとう。
そしたらアイシャドウを塗ります。アイシャドウはこの白とこっちのオレンジを目の下に塗っています。そしてあとは眉毛も描きます。眉毛はこれでここをこうやってシュッシュッて描きます。眉毛のこの、眉尻はここの鼻からこの目尻を通ってここがちょうどいいポイントです。私は結構上がり眉なのでこっちを下目を結構こうやって下の方に描くけど、写真を見ると全部こうやって全部上がり眉なのでよくわかりません。顔の筋肉の仕組みから勉強しないといけません。いけません。トニさんだるまありがとう、100個ありがとうございます。そして何だろう次。ああそう、これですね、眉毛のこれで眉毛をこの3色で眉毛をね描き足して、この毛が生えてる部分、ここはさっき描いたのは毛がない部分をこうやって描き足して、これは毛が生えてる部分をこうやって上から色をね毛を均等に見せるためにこれを塗ります。そしたらこちら眉マスカラで眉毛の色をちょっと明るくします。こうやって眉、さっきのやつはマスカラでこれは眉マスカラです。そうしましたら続きまして、なんだろうな、あこれですね、これでこうやってここ私涙袋も皆無なので、こうやってちょっとヒュッて引いて私のなめくじみたいな涙袋ができます。そうしましたらアイライナーを引きます。昨日と今日はサンタさんで赤着たから赤いアイライナーをちょっと引いてました。でもいつもはブラウンのやつを引いて、なんかいつも変だから私適当にピャーって引いて、あとここも私目が離れてるので目の内側にもちょっと引いてますけど、たまにメンバーにパセリなんか目の内側汚れてるよって言って、こうやって目の内がゴミついてるよって言って、アイライナーなのに下手すぎて取られてしまうこともあります。この間取られた。なんか汗かいたらなんか滲んでくるんよ、ここが。でアイライナーって汗かいたら浮いてくるんですね。そしたらゴミかと思ってこうやって取られましたね。であごめんこれアイライナーだったって言われたから、あ大丈夫ゴミゴミって言っときましたね。言えなかったんだよね。ありがとうその説は。ありがとうございました。そしてアイライナー終わったので、次はこのちっちゃいやつ、ね、さっきまつげに塗ったマスカラこれだけど、こっちの細いなんかこれが この太さだったら、この細いこのさこの細さよ、このちっちゃいやつで下まつげを、私ここ広いので嫌なので、ちょっとここを消滅させたいので、なるべくここが短く見えるように下まつげを塗っています。でも最近はめんどくさくてもう塗ってません。今日も塗ってない。塗るときと塗らないときがあります。生写真撮影のときは塗ってます、たまに。それもたまにです。あとはなんだろうな、あこれ、あ違う、待ってこれです。これはシェーディングです。私は顔が丸いので、丸顔なので、どんだけ痩せてもう本当に牛乳一口飲むのも怖いぐらい痩せた時も顔だけはずっと丸かったので、もう骨格なんですね。なのでそれを諦めるためにこれでここをヒュッて消すためにこのブラシでやってます。であと私はその面も離れてるので、ここをちょっと短く見せるためにここを
に影を入れています。で鼻も低いので鼻もちょっとこうやってます。でもあんまりしすぎるとデーモン閣下さんって言われちゃうので叩かれちゃうのであのなるべくこうやって指でぼかしてマネージャーさんとかにあの大丈夫ですかねって言ってメイクさんとかに言ったらいつもいややばいよって言われてこうやってこうやっていっぱいこうやって擦られます。そしてですね、そしてなんだろう、次はあ次はこちら、この有名なやつ、これはね100円ショップなんですけど、このメーカーのやつめっちゃ人気すぎてもうどこの100円ショップにももう置いてない、もうなんかもう廃盤みたいなやつで、ここの私は目が結構横幅がないのでこの目尻にこうやって引いてます。目の形をちょっとこれで垂れ目に見せるます、見せています。そしてリップを塗ります。リップは今日はこれです。最近これ先週ぐらいからこれ使ってるんですけど、なんか明るい私が普段使っているものとなんか違うけど、今日サンタさんだったから服が濃かったからちょっと濃いめにつけてました。今はちょっと濃いですけど、昨日お母さんにテレビ電話したら何その唇赤すぎないって言われたのでちょっと反省しています。なんでそんな口が赤いのって言われたので、まあ、サンタさんだったのでね昨日も、まあ、濃いめに、公演の時も汗かいて、あとマイクで歌ってる時に当たってマイクに落ちちゃうのでなるべく濃いめに塗ってるんですけど、あのたまに変すぎてあのスタッフさんにリップの色は薄くねって言われます。そしてパウダーですね。パウダーはこのイニスフリーのパウダーを使うか、このキラキラが入ってるグローパウダーを使って、あのこういうなんか光の反射でさ全然テカってるわけじゃないのに光の反射でこうやってなっちゃうから、こうやってやって、あのなんかデリカシーのない人が唐揚げ食べたって聞いてこないようになるべくこういう粉であのね落ち着かせています。います。以上ですかね。そして最後にですね、またコンシーラーですね。クマがもう一生消えないので、もう何回も何回もその後コンシーラーを塗ります。以上です。パセリのコンプレックス解消メイクでした。そんなこんなでこんなパンパンになりますね、メイク帽子が。なんか落ちたな。ヘアピンでした。東真子さん似合う5個ありがとう。もう私はもう自分の顔がコンプレックスなので、ちっちゃい頃から、だから少しでもマシになるように研究しているのですが、ちょっとまだまだ STU 入る前の方が結構もっとこだわってた。今はもうだいぶなんかみんながなんか褒めてくれたりするから、なんか前よりはだいぶなんかコンプレックスがちょっと、私ずっと唇のこの山とかもコンプレックスだったけど、みんながなんかいいって言ってくれるのでちょっと個性かなとか思ってちょっとは緩和しました。そんなことないよ。何そんなことの、何の否定ですか。何の否定よ。ともっちさんハート100個ありがとう。主従関係の職場恋愛も倦怠期を迎えたジロ君、ハートありがとう。どの名前なのどんな名前。おみかんさん可愛い、ありがとう。クロさんお断りです。メイク方法はあの YouTuber さんとかがメイク動画を定期的に載せてくれたり、最近はアイドルさんがめっちゃ YouTube 始めてるのでそれを見てあの勉強したりしてます。あとはね、あのキラキラとかあるじゃん、まぶたに塗る、それは
ステージで見るとゴミに見えるってスタッフさんに STU 入った頃に、あのステージでキラキラを塗るとゴミに見えちゃうから塗らないようにねってアドバイスをもらったから、あまり塗らないようにしてます。でもなんかテンション上がったら塗っちゃう。この間塗っちゃったもん。この間のさやの生誕の時塗ってました。なんか光の反射でそのラーメンの粒がゴミに見えちゃう。だからゴミ人間にならないようにね、塗らないようにしてますが、ひりやすみさん可愛い、ありがとう。ゴミゴミ。そんな感じです、パセリちゃんのメイク今日ね。あ、昨日か、昨日実はさハーフアップしてたと後ろにこれつけてたけどさ、お話し会ってさここじゃないですか、だから何も見えなかった、何も見えませんでした。じゃじゃーん、これはいつ買ったかな、忘れたけどずっと使っています。今年に入った夏ぐらいから使ってるやつです。多分沖さん落とさないお断りです、結婚してギフトないで。どういうこと、私に結婚してって言って、じゃあ沖さん落とさないっていう名前なのに、どういうこと。今日前髪がうまくいかなかったんだよね、でも固めてるんだよね。ポチャッコと目が合いますか。ドーン。はい。ドーンドーン。もう全部。女の子の今日いつもとメイク違うんだけどどこか分かる質問どうしたらいいですか。確かにいつもより可愛いでいいんじゃないですか。分かんない、え、確かに可愛いいつもよりいいって目間だったらいいけど、でも難しいですね、難しいね。そんなこと聞いてくる人いますか。まあ、でも私も今日の配信の始めに今日のパセリはどこが違うでしょうかとか言ったもんね。パセリはどこが違うでしょうかって言ったらみんな秒でバレちゃったけど、ただ自問したかっただけなんですよ、タンプレを。沖さんからの、え、待って、私沖さんからのタンプレどこ行った、あ、ここ沖さんからのタンプレ探したけどさ、さっきここに置きますねって置いたんだった。忘れてました、自分で。え、でもさ、なんかさ、なんか落としそうで怖い、こういうやつってチェーンがさ気づかないうちに外れたりして落としそうで怖いから、なんか家から出すのはちょっと怖いな、家の中だけでつけようかな。うん、怖い。ぬいぐるみの首とかにつけとこうかな。ポチャッコ絶対首はまらないと思う、すっごい結構太さある、この寝転がってるから、すっごい体勢ですね、よく考えたら。どんな体勢なの。だってなくしたら嫌じゃないですか、悲しいもん。しかも私汗かきだからさ、錆びたらどうしよう。どうしよう、やだやだ、それは。え、でも嬉しい、嬉しいです、沖さんが選んだと思ったら。黒さん手袋ありがとう。9時になったらツイートしますね、メールも送ります。もう今日髪はちょっと瞑想してました。今日は、あ、そう、サンタ帽子、いつもとじゃない、昨日と違いました。あ、でもそう、聞いてよ、そう、ソラハさんが今日朝からじゃなかったから、ソラハさん来る前にそのソラハさんが昨日私の帽子を勝手になんか取り替えてたみたいな言ってたから、言われたから今日朝戻したんですよ、自分でソラハさんの帽子を取って自分のやつを入れて元に戻したんですけど、で帽子戻しましたよって今日
お話し会の後に言いに行ったら、なんか今日は沖さんの着てるみたいなマウント取られて、取られちゃったあと私が断るからもうご飯に行けませんって言われました。もう私がいつも断る、誘っても断るからもう誘いませんって言われて、もうアンナの女になった。そらはさん、もう悲しいよ、嫌われちゃった、そう振られちゃった。私が断ったからなんですけどね最悪な女ですよね。私が自分が断ってたくせにさ、しかもさ、でも断ってたって言ってもさ、あれなんだよ、お仕事とかがあったから行けなかったりとかなんですよ。夏はツアーのレッスンとかがほぼ毎日とかあったから、そうちゃんと理由はあるんですよ。どうしてもこの撮影とかこのお仕事までにはちょっと食事制限したいとかあって、すいませんって断ったから、あの別に仮病で断ってたわけじゃない、嫌だから断ってたわけじゃないからけど、もう倦怠期です。空葉さんと倦怠期になりました。悲しい。1年前はあんなにお出かけするとき手をつないで歩いていたのにもう パンちゃんはもうしょっちゅうご飯行ってるから。ね、まあでもまた行きます。年末だからね、サラハさん今クリスマスのあのあれとかイベントとかのレッスンとかで忙しいので、明日もサラハさん声ラジだし、なので、あ、声ラジで思い出した、明日サラハさん声ラジで、私木曜日声ラジです、よろしくお願いします。お便りのテーマは何だったかな、クリスマスだったかな、でも私は木曜日に出るので水曜日の夜以降送ってください。でも明日ソルハさんなので明日も送ってください。水曜日みちゅさんだと思うので月水木送ってください。週でずっとテーマは一緒なのでよかったらお願いします。木曜日出ます、よろしく、イエお願いします。久々だ、1ヶ月ぶりぐらいな気がする。誕生日前ぶりとかですかね。よろしくお願いします。なんか相撲かなんかがあったから2週間ぐらいなかったんよね、恋ラジが。なんだったっけ、なんかがあったんですよね、それでなくて久々ですね。そう、今年最後の恋ラジだと思います、よろしくお願いいたします。森光さんとパセちゃん、アナウンサーさんは誰だろう、もう発表されてますかね、ブログでは。まだ私はブログ見れてない、出演しますっていう情報だけは知ってます。大阪の東さんお断りです。そう、お便りぜひ。なんかこの間みちゅさんがメールで水曜日お便り多いって言われましたみたいな書いてたので、ちょっと負けてられんと思って。みちゅさんは毎週出てるわけじゃないですか、でパセはあの月に1回とかだから、4人で週替わりなので月に1回とかなので、前は3ヶ月に1回とかだったんですよ。でその頃はあのパセリちゃんの日めっちゃお便り多いんよって言われとったけど、最近ちょっと言われなくなってきたから、ちょっと皆さんよろしくお願いします、お便りの方。でもみちさんとそよはさんの日もぜひ聞いてください。あれなんですよ、パーソナリティが違うんだよね。木曜日は森光さんだけど、
か木が森光さんで、火曜日はあれです、アクターズスクール生の子が出てます。だから多分その中にあれです、オーディション受けてる子とかもいると思うので、よかったら月火水木聞いてください。出てるんだよね、あの2期生も受けてたあの子とかも、あの森光さんのツイートで流れてきたりするので、よくぜひぜひ月火水木15時5分から、間違えた、17時5分から生放送ですので、ぜひ聞いてください。名前はあえて出しませんね。スクール生の子の名前出したらなんかさ、あの候補生じゃないですか、けどこうやってメンバーの私とかがさ、あの誰々ちゃんが気になっててって言っちゃったらなんかあれじゃないですか。だから私はそのオーディションが終わるまで今どの子を私は注目してるかとかはこういう配信とかでは言わないようにしてます。でもお話し会とかではあの推し一緒ですねとかは言ってる推し一緒じゃないですかって言ったりしてるけど、こういうとこでは言わないし、ツイッターも見てます。あのフォローが来たんですよ、あの私があの可愛いなと思ってる子とかフォローしてくださってて、私のこといいねとか押してくださるんですけど、フォローも返したいなと思ってるけど、なんか私がフォロー返すとさ、なんかそういうのもあるから、今はあの候補生ということでね、だって一人フォローしたらなんでこの子はフォローしないのってなっちゃうので、今はせず、受かったらたくさんお話ししたいですね。そう、嬉しいの、めっちゃいいねをしてくださるんです。そうだって、なんて言うんですか、もし今後のショールーム、なんかショールーム今してるじゃないですか、今後の審査とかでもしなんかそういう投票系とか仮にあった場合とかに、あ、自分の推しメンがこの子フォローしてるからこの子にしようみたいなのがあったら、なんか候補生の子がいくら頑張ってもそういうのがあったら、なんかちょっとさ、フォローされてない子とかはあーってなっちゃうじゃないですか。から今はね、またオーディション中なので、皆さんぜひ自分でパセリの意見に惑わされず推しメン探してみてください。いい配慮ですか。そう、結構ねメンバー見てますよ、あの候補生の子のツイッターとか見てる。どんどんなんか気になる子が増えていくんだよね。どんどん増えていくから困っとるんよ。この子もいいね、この子もいいねって。そう、ヤッホイさんお断りです、ね、待って、オキさんっていう名前にしたら私が結婚してギフトを受け入れると思っているんですか。お断りです、偽物だもん、偽物だもん。周りにね、やっぱ流されるじゃん人間って、どうしてもね、流されないぞって思っても流されちゃう人、流されちゃうんですよ。絶対に2期生は押さないぞって思っても、周りがパシいいよパシいいよって言ったらパシパシって言っちゃうでしょ、みんなもみんなもそうやってパセリを気になったっていう人絶対いるもん。絶対2期生は押さない、一期とドラさんだけでいいんだ、パシパシパシってなってるから。実際黒さん花束ありがとう。そうだよ、パシパシっていうからね。そう、まあ結局最初受け入れられんくてもね、最終的にその子の良さとかを見つけるものですよ、なんでも。ドラマとかもなんか最初
最初うんと思ってもさ、見とるうちになんか愛着湧いてきてさ、最終回では寂しいってなっちゃうじゃん。そんな感じだ。あ、今日みほりんとめっちゃ可愛い写真撮ったんよ。今度ツイートします。ツイートするってみほと言ったから。え、めっちゃいい写真なの。ののとフォーなの。ののとフォーのさ、プリクラ覚えてる人いるかな。ちょっと待って、あるの。ののフォーのさ、ちょっと待ってね。ノナフォーのこのプリクラ、このポーズで今日サンタで撮ったのでツイートします。イエーイ。見て、私のさ生写真コレクションまた増えたよ。この間紹介したじゃないですか。あ、サラピ返信ありがとうツイッターで返信来た、ありがとう。見て見て、これ紹介したじゃん。それのコレクションがまた増えたのでちょっと見せますね。まずこちら、四国先輩たち6人ですね。マヒナさんの髪が長い。まだ四国とマイカーさん、沖さんどっちも言います。イエーイ。なんかこのピンマイカーバージョンもあるんですけど、このピンマイカーバージョンのパセリ一人だけめっちゃ全然別人なんですよ。髪型がいつもと違うから。 あったあった、これほら、なんか耳にかけなかったんですこの日。そしたらもう全然誰っていう。しかもこの日メイクさんメイクなのよね。だからあのまつげも上がってないし、アイラインも引いてなくて、涙袋もないから、すごいのぺーっとした顔なんですよ。この時めっちゃ落ち込みました。みんな、なんかこれステッカーなんですけど、ステッカー完成しましたよみたいな、サイン書いてください、今度あのガラポンの抽選会みたいなやつで出すのでと言われて、自分の顔見たらびっくりしたね。すごい落ち込みましたその時は。あとは生写真ですね。オキさん、沖さん、アナ、アナの生写真です。アナとももちゃんと田村田村と無謀の沖さんと独り言のこのカップリングの沖さん、だから両方ある、よりと引き、あとこっちの独り言もある。アナ、これをまたここに収めますね。そうこれね、そう沖さんね、サラピさんがねサラピさんが、あ待って、この間アンムにもらったチェキも出てきたけど、これはまだ解禁前のやつですね。またいつか見せます。あとサラちゃんがくれたビスコも、あのサラちゃんくれた、誕生日にくれたビスコ入れてるよ。あとリンコのお母さんがくれたお誕生日のカードも入れてます。ドラタイでも入れてるし、何でも入れてる、もう何でも紙でも入れております。大事にしてます。駒田さんの写真もあるよ。駒田さんの写真も見せよう。今日はいっぱい喋れるから。安否の乾燥剤、私どっかにねあれを大事に直したんですよ。あ待って待って、このソラハさんからのお手紙、待って、アラームが鳴りました。アラーム鳴った、ちょっとツイートしてくるね。ちょっと待っててください。ツイートしてまいります。パセリさん、アラームが鳴っちゃったの。9時にアラームしてたんですよ。ちょっとツイートしてくるので待ってて、それかツイッターで待機しててください。ちょっと行ってきます。